こんばんは。3月4日火曜日夕方のイバキラ TV ステーションのお時間です。この時間もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということでね、はい、夕方も始まりましたけれども、うん、先月から公開しております、はい、茨城県の PR 動画、うん、はい、なめんなよ茨城県ザムービー、まず今日もねそれからご覧いただこうと思います、はい、ではこちらの方のメッセージからお聞きください。どうぞ。どうも茨城県連隊長のピースあやめでございます、この度ですね、なめんなよ茨城県のプロジェクトの最新作としてですね PR 動画が完成いたしました。なめんなよの熱い思いがぐっと凝縮された作品になっておりますので、ぜひとも楽しみにしてください。動画はですね、なめんなよ茨城県特設サイトにて配信しておりますので、皆さんぜひご覧ください。なめんなよ茨城県。茨城宣伝隊長に任命されました吉本クリエイティブエージェンシーピースあやめです。茨城県は素晴らしいとこだと日本全国に広めていきたいと思いますので、皆様どうかよろしくお願いいたします。茨城って日本三大なんとかって言われてるぐらいあまりお綺麗じゃない方が揃ってるんですよね。あ、それもあって渡辺さんのビヨンセすっごく面白いし。いいなあ、私も茨城に生まれたかったなあ。あ、でもダメか、私納豆とか臭くて嫌いだから無理だ。え、俺宣伝隊長やる自信なくなってきた。ゆうじさんご出身は何区でいらっしゃるの？茨城県です。茨城県？それってどこにあるのかしら、そもそも日本なのかしら。いや、そんな遠くじゃないんですよ、すぐ行ける場所なんですね。だから大丈夫ですから。まあ焦らず、いろいろじっくり考えましょうか。知ってもらえば絶対いいとこだと思ってもらえるのに。あやめさん、ちょっとだけ僕が思うこといいですか？うん。今あやめさんがおっしゃってた通り、知ってもらいたいっていう思いをそのままぶつければいいんじゃないですかね。魅力がないと思われて感じていることをあやめさんなりの気持ちでストレートにぶつけてみればいいんじゃないですかね。すいません、ちょっと言い過ぎました。任しとけ。現在茨城は47都道府県の魅力度ランキングで確かに最下位の常連になっています。県内で訪れたいと思う観光地の第1位はわからない、不明、正直お恥ずかしい限りです。ですが皆さん、これだけ情報が発達した世の中でわからない、不明ですよ。それってちょっと魅力的だと思いませんか？皆さんがまだ感じたことのないワクワクすること、おいしいもの、あっと驚く情報がまだ眠っているということですよ。例えば日本一のメロンの生産地どこだと思いますか？北海道の夕張。違います、実は茨城なんです。決して引けを取らない観光資源、しかもまだ広まっていない魅力、知らないのにバカにしてはいませんか？見ていないのに魅力がないと思っていませんか？茨城をなめないでください。よし、あ、花ちゃんまたね。なめんなよ茨城県。なめんなよ茨城県。大仏は世界一なんだかんな。元気があれば滝も凍る。
黒田の滝なめんなよこれよ。友人大送り橋は今週1ですよ。茨城県なめんなよ。どうでしたっちゃう。うわっせ。ちょっといいかも。なめんなよ茨城県。はい、うん、ということでなめんなよ茨城県ザムービーね、はい、見てもらいましたけれども、うん、まあこの中で袋田の滝紹介されてますけど、はい、まあ、凍ってるね時期に撮影したものなんですが、はい、これからね春になって、はい、あの雪解けになると、はい、今度は水量が増えて、はい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 、これまたね壮大な滝の姿を見ることができるのでる、ね、これからの季節もね、はい、茨城県楽しみいっぱいですからね、うん、ぜひまたこの動画の方皆さんからいろんな方に宣伝していただいて、こちらなめんなよ茨城県での検索、これもねいろいろ広めてほしいですよ ね、はい、ねここね今見ていただいたザ・ムービーだけじゃなく、はい、うん、これまでなめこれシリーズ、本当ですよ、ね、なめんなよ茨城県の、ね、はい、シリーズの動画が見れますので、ぜひそちらの方もご覧ください、はい、ご覧ください。さあそして今日のいばきらいの方では、はい、今あの茨城県のどちらかというとこう名所をね、はい、ちょっと紹介したムービーにもなってるんですけども、はい、うん、ね、美味しいものがいっぱいあるじゃないですか、そんな茨城の美味しいものを一箇所に集めた、はい、日立の国グルメフェス、お、ね、その皆さんにお越しいただいてますので、はい、ぜひこちらの方もね茨城らいで美味しいものをたくさん楽しみにお待ちいただければと思います、うん、では行ってみましょうか、はい、茨城ら TV ステーション行ってみっぺ。いばきらいのコーナーです。今回のいばきらいは美味しいテーマでお届けします。第2回日立の国グルメフェスタのお話を、日立の国グルメフェス実行委員会実行委員長の慈恵道博さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく実行委員の佐藤俊則さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。お二人に伺っていきます。よろしくお願いします。お願いします。さあということでお二人もね、真っ赤な今日はジャンパーに来ていただいてますが、もうね、なんかこの湯気が、うん、このポスターからでも、もうこっちの方にどん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 今匂ってるよね、うん、こんな美味しそうなイベントなんですけども、はい、これ日立の国グルメフェス、あの存じ上げない、ね、方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、そうですね、まだまだ、はい、ね、これ第2回ということなんですけども、はい、あのこれどんなイベントにまずなってるんでしょうか。はい、じゃあ、ちょっと委員の方からはい、佐藤さん、はいはいはい、ざっくりとで結構なんで、はいはいはい、あの日立でですね、はい、茨城県内の方から B 級グルメみたいな感じでですね、はい、食を集めたイベントですね、で昨年もあのやったんですけども、はい、日立駅前 で、はい、でそこで今回第2回目ということで、はい、よりパワーアップしてですね、はい、いろんなお食事を楽しんでいただける場をご提供したいなという形で始まりました。そうなんですね。じゃあまず昨年のやつちょっと見ていただきましょうかね、うん、はい、はい、昨年の様子が出てきましたけれども、うん、賑わってますね、ですね、はい、おかげさまでたくさんの方にお越しいただきまして、うん、はいはい、これ場所はどちらになりますかね。場所はですね、はい、あの日立駅前のところですね、はいはい、昨年はこれ駅前を出たところの、はい、いわゆる交通広場そうですね、っていうところで、ね、はい、行われている様子なんですけども、はい、それでもすごいたくさんの人出ですけども、うん、去年は人出的にはどのぐらいの方が来たんでしょう、はい、大体約3000人ほど来ていただきました。おー、そうなんですね。で昨年はあのどのぐらいのものが食べられたんですかね、出店数というか、はい、品目でいうと大体14店舗をご出店いただきまして、はい、品目でいうと何とこでしょうか。品目が少し多いですね、20ちょっとでしょうかね、うん、はい、20から25ぐらいまで、はい、2品出していただくお店があるので、ね、はい、でもそれだけでもね、全然食べ尽くせない、うん、よっぽどのね、うん、本当に大食いの人は別ですけども、うん、はい、それだけでもなんか十分満足って感じもするんですが、今回さらにパワーアップをされているということで、うん、さらに、はい、会場もちょっと大きくなるんですよね、今回、はい、うん、今回はあの、はい、昨年の、出店した場所からの隣になります、はい、シビックセンター前の新都市広場というところで、はい、行います、はい、
で店舗もですね、昨年14店舗だったんですけれども、はい、今年は約28店舗、30店舗近くですね、お集まりいただいて、フェスを開催します。そうなんですね。あの新都市広場っていう言葉だけだとちょっとね、耳なじみない方もいらっしゃるかと思うんですけども、あの冬場は日立のスターライトイルミネーションで、うん、とても有名なあの場所ですよね。綺麗ですよね、はい、あの場所で行われるということで皆さんもぜひ思っていただければと思うんですが、はい、さあそしてまず今回の目玉、はい、ちょっとご紹介いただけますか。はい、じゃあ私のご覧ください。どうぞ。はい、まあ、各県内各地から、茨城県内各地からお越しいただくんですけれども、はいはい、まずいきなり県外になってしまう目玉ということで、やっぱりこれですよね。はい、あの横手焼きそばですね、はい、あのご当地グルメのイベントでやはり、常連さんもいらっしゃいますし、はい、まあ、こう耳にされたことがある方もいらっしゃるんじゃないかなと、はいはい、いわゆる B 級グルメの、まあ、王道というこちら、はい、来ていただいてますので、まずは、まあ、こういう目玉も目指しつつ、うん、県内の市内市街を召し上がっていただきたい、はい、そういうふうに思ってますね。おそらく横手焼きそばってすごい有名じゃないですか、はい、はい、でも本場のものって、はい、なかなか実は食べたことないんじゃないかと。来ていただけないですからね、はい、皆さんもね、どうそうだと思うんですけども、はい、これまず楽しみですよね。 そうですね、はい、でそして、市内外ということで、はいはい、まずあの日立のグルメっていうものも、あの意外と多分知られてないんじゃないかな、はい、確かに、はい、まあ、僕もね、日立っ子なもので、ね、分かってるんですけどね、いぶきくんなんかも多分知らないものが多いんじゃないかと思うので、そうですか、そういうあの初心者のためにも、はい、いや今回ここがっていうのをぜひご紹介いただけますか。じゃあ初心者のためにですね、はい、日立の、名物というかグルメをご紹介いくつかさせていただきたいと思いますが、まずですね、日立市内からは、桜坂を、日立の魚になるんですが、はい、日立の魚、まあ、なぜタコなのかというのもあるんですけども、あの桜タコ、はい、こちらを使いましたタコチマボ、タコチマボ、タコチマボ、はい、こちらですね、はい、こちらです、すごい、吸盤の様子も、はい、ね、いやこれ時間がちょっとたまらなそうですね。ありがとうございます。県北地域、県の北の方の地域のですね、グランプリ新名物の料理コンテストで、はい、海の部門で優勝ということで、チャンピオンじゃないですか。すごいですね、なりまして、今まあ、開発中のものではあると聞いておるんですが、はい、知っていただけると、はい、すごいですね。これだけでもなんかすごいですね。あれ、はい、中身はちまきなんですか。飯が入ってる、まあ、ご飯が入ってるというふうに聞いているんですが、はいはい、混ぜご飯になっているんですね、確か、はい、すごいな、これちょっとかぶりつきたい感じですけどね、はい、そうですね、うん、当日は、まあ、あのメニュー全体がですね、はい、500円前後のものでお出しいただきますので、はいはいはい、少しサイズはあのこじまりするかもしれないんですが、その分食べやすくですね、そうですね、はい、でまあ、これだけではなくて複数のものを召し上がっていただきたいなと思っています、はい、なるほど、でもインパクトありますね。そうですね、はい、うん、他にはどんなものたちでは、はい、そうですね、あとはあのやはりこの辺りですと、はい、シラスが、はい、ございますので、はいはい、シラスの丼、はい、シラス丼というものが、まあ、これまでもいくつかあったんですが、はい、ピタ丼ということで、はいはい、こちらにも、はい、ございますね、すごい、ピタ丼、シラスを使ったピタ丼、ピタ丼、はい、少しこういろいろとシラスだけではなくて、はい、デコレートというかですね、トッピングがありますね、はい、されて見た目にも綺麗ですね。いいですよね。それも大事ですよね。うん、そうですよ。見ただけでこう、うん、食べたくなるって。そうですね。そうですね。はい、あ、なかなか皆さんあれですね、開発に今、はい、なんか念を入れてるって感じですね。そうですね、はい、この日に向けて出してもらったものも、うん、はい、あの皆さんあるようですし、はい、まあ、日頃から出していって、まあ、この機会にこう PR も含めてですね、はい、出したい市内のお店がまあ頑張ってらっしゃると。なるほど、はい、なんか市内の変わり種みたいなものもあったりします。そうですね、うん、ちょっとメニューだけでもちょっとある程度こうなんか言葉だけ出してもらえると、はい、いくつか。そうですね、うん、あの他は桜だこということでは、はい、炊き込みご飯ですね、まあ、混ぜて炊き込んで一緒に出すというご飯、うん、はいはい、メニューももう一品ございますし、うん、はい、あと、まあ、あの市内の、なんていうんですかね、まあ、昔からあるお店ですので、うん、足を運ばれたこともあると思うんですが、はい、餃子のお店がありまして、そこの、まあ、特製焼き餃子、まあ、一般的な焼き餃子であったりとか、うん、もう一つスープ、はいはい、水餃子じゃないですね、スープ餃子っていうことで、はい、スープ餃子、なるほど、こちらですもんね、そうですね、スープ餃子でございます。新しい感じですね、うんうんうん、こういったものも、いただいていますね、はい、そうなんですね、はい、いやもう日立だけでもね、はい、とっても楽しみになってますけれども、ね、はい、なんと今回県内からもたくさんということで、はいはい、番組後半では、はい、さらに美味しいものをあの召し上がっていきたいと思います、うん、ではここで一度 CM を挟みます。茨城緑農協日立大宮から参りました。この素晴らしいあの花桃を皆さんにお届けしたいと思います。
この花桃は私たち生産者が丹精を込めて作ったものです。ぜひこの花桃を飾っていただきたいと思います。素晴らしい色に仕上がりました。どうか皆さん、この花桃をですね、奥久慈の花桃をぜひご利用いただければありがたいと思います。よろしくお願いします。茨城ライ後半も日立の国グルメフェスタ実行委員会の委員長次家さんと、そして実行委員の佐藤さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで、はい、もうね、すでにこうなんかお腹いっぱいな感じになってきましたが、はい、さらにこの県内も、はい、いろんなものが、ね、出品されるということで、はい、ちなみに地域的にはどんなところからお越しになるんでしょうか。そうですね、北は、北茨城から、はい、南は筑波が一番南ですかね、はい、かなり全域にわたって、はいはい、楽しみですね。なんかやっぱりそういったたくさんの中でも、はい、やっぱ特にって言うとまたね、皆さんご覧になりますけども、なんかぜひご覧になって皆さんに、これぜひ食べてくださいってありますかね。はい、そうですね、まあ、分かりやすい特色の部分で、はい、いくつかご紹介できればと思うんですが、はい、まず一つはローズポーク。ローズポークですね。やはり茨城といえばローズポーク。ローズポークのスペアリブ、はいはい、しかもスペアリブですか、はい、これスペアリブのローズポークのスペアリブと。どうですか、イブ君、これ。いや、僕スペアリブ大好物なので、うん、しかもローズポークということで、はい、楽しみですよね。で、かぶりつきたいですね。いいですね。そう、ローズポークもね、はい、いつもイバキラでも話題にするんですけど、はい、なかなか直接ないんですよね、機会が。機会が少ないですからね、なかなか。今日も並べてほしかった。すいません、この行きますから。絵で行きます、皆さん、おそらく画面の向こうでもね、はい、そう思ってらっしゃる方いっぱいだと思うんですけども、お腹をすかしてお越しいただきたいんですけどね。あとちょっとホームページの方も、はい、ちょっと僕もちらっと見せていただいたんですけども、はい、いろいろ気になるものがあって、はい、水戸から、はい、来ますね、あれ。水戸といえば、はい、水戸といえば、はいはい、納豆ということで、ね、はい、まさか納豆があんな風にって僕思ったんですけど、やはりそうですか、はい、私たちもそう思いました。じゃあ、池さん、ご紹介ください、まさか、はい、水戸からはですね、水戸納豆ケバブと、はい、すごい、こちらですね、はい、納豆が溢れていますね。ですよね。よくフェスとか の、はい、フードコートとかで、はい、ケバブ好きでね、はい、食べるんですけど、はい、いや、納豆が来たかって、そう、実は糸引く美味しさというか、まさにそうですよね、はい、すごいびっくりしましたけど、そうですね、うん、意外とこのケバブと納豆の組み合わせもいいというかですね、うん、と言われてます、聞いてます、はい、そうなんですね、私もまだ口にしたことは実はないもので、あと何かもうどんどんまた言っていただければと思うんですけど、あ、どんどん、ね、はい、あとしし鍋ですかね、街全体でしし鍋を、はいはい、今 PR していただいて、やさとこうですね、はい、塩化の、はい、こちらもね、イバキラでね、何度も何度もね、いつもの CM をご紹介してるんですが、はい、これもなかなかこうそこに行かないと食べられない、そうですね、やっぱ今回そういったものが多いんでしょうかね。そうですね、まあ、うん、特に今のまあしし鍋でいきますと、うん、町のいくつかの場所でしし鍋をやはり推してらっしゃるので、はい、しし鍋を、出す、お店のマップのようなものもしっかりと作られていらっしゃいますので、それがまあ日立まで来て、もらえる、まあ、日立まで、日立市内の方も楽しめるし、はい、まあ、日立近隣の方もぜひそういう意味ではやさとのしし鍋を食べるためにもですね、はい、ケバブを食べるためにもお越しいただきたいところですけどね、本当ですよね、はい、そしてなんか北茨城の方ではちょっと復興に関係したものもなんか出されるんですか。そうですね、はい、そうなんですよ、海のもの、まあ、いくつか先ほど、まあ、タコなども紹介させていただきましたが、はい、北茨城からはつぶ貝、それからウニ、こういったものの、焼き貝というか、はい、貝を焼いたものもその場で、はい、お出し提供していただけると、うん、はい、いや来ましたね、ウニつぶ貝も大好きなんで、しかもそれ北茨城から、これ、ね、みんなで食べるとこう復興の役にも立つっていうことですもんね。ね、はい、今3月ってこともありますんでね、はい、皆さんもそのあたりも注目していただければと思うんですが、はい、そしてなんか今回はただ食べてもらうだけではない、はい、すごい仕掛けがあるって伺ったんですけど、はい、そうなんです、そこをですねちょっとご紹介させていただきたいと思うんですけど、はい、はいはい、はい、昨年はですね、まあ、食べていただくというところだったんですけども、はい、今回はグランプリというもので、はい、皆さんで投票していただきたいなと思ってます。これどういうふうに投票するんですか。はい、お店に並んでですね、はい、好きなものを買っていただいたときに、はいはい、お店からのシールを1枚いただけますので、はい、そちらのシールを食べ終わった後ですね、うん、美味しかったところを探していただいて、うん、こう貼っていただくと皆さんに投票してもらうという形になります。あ、じゃあ、なるほど、この買った商品に投票するわけじゃなくて、はい、商品を買えばどこにでも投票ができる。そうなんです。なるほど、これ面白いですね。ね、
そうかそうか。じゃあ、例えば悪いですけど、なんか買った時にそれじゃなくて、あ、じゃあこのタルタルチキン南蛮に投票しようと思ったらそ、はい、そういうことですか。そうすると売り上げに関係なくっていうことになるわけなんですね、はい、そうですね、はい、なるほど、これ楽しみですね。そうですね。ちなみにどんな形を、日程的には1日のスケジュールで行われることになりますですかね。はい、11時から、はい、始まるんですけども、途中で投票している間にですね、はい、途中経過も、はい、見れた方がいいと思いますし、中間発表みたいなのは2回ぐらい考えてます。はい、おお、そっかそっか。皆さんが貼っていくということは、はい、人気があるとかっていうのも分かりますからね。その都度その都度分かるんですね。そうですね、リアルタイムで。あ、うん、じゃあちょっと今人気あるの食べてみようかなみたいな、思ったりとか、ちょっと隠れたもの行こうかなみたいな。当然並んでますんでね。そうですね、人気あるところは分かりますもんね。そうだな、これなんかこう悩みますね、今から。そういう作戦も当日 のプログラムもありますので、はい、作戦を立てながらこう並んで。なるほど。そしてグランプリ発表は途中で行われるんですか、これ。はい、グランプリはですね、はい、最後に4時から、はい、最終の集計をしまして、一番最優秀グランプリということで発表させていただきます。これはあの対象になるのはもちろん横手さんはゲストですから、はい、そうですね、はいはい、それ以外は全てが、はい、対象になります。そうなんですね、はい、これは楽しみですね。そしてあのグランプリを発表した後もまだちょっと営業されてるんですよ。はい、もちろんですね、最後にグランプリ取ったお店でぜひ食べてみたいなと思う方も行けるようにですね、はいはい、少し延長してやっていきます。そうなんですね。それ賞をこう受賞するのはグランプリの一賞だけなんですかね。はい、実はですね、はい、特別賞というものを設けておりますので、ですから、まあ、グランプリと、はい、あとは、特別賞で、まあ、市内のお店の方、うん、そして市外の方とかですね、うん、そういった形で準備してます。なるほど。じゃあその3賞をね、うん、どちらがこう受賞されるかっていうような、はい、まあ、お店同士のね、いろいろなこうなんていうんでしょうか、競い合いっていうのも楽しみなところですね、はい、なんか呼び込みとかもすごそうですもんね。そうですね、はい、そのあたりもじゃあ楽しみに、ね、したいんですが、そのにぎやかな、もうそもそもにぎやかなイベントなんですけども、はい、ステージの方もなんかやられるっていうことで、はい、はい、そうですね、当日はですね、はい、ダンスチームの方もお呼びしてですね、うん、ステージでですね、ダンスのパフォーマンスしていただいたりしますね、はい、そういったものもね、盛り上げていただけるわけですね。はい、1日丸ごと楽しめるこの第2回日立の国グルメフェスなんですが、すみません、改めまして概要を皆さんにご説明いただけますでしょうか。はい、はい、改めまして、じゃあ、第2回日立グルメフェス、3月22日土曜日ですね、11時から5時までですね、日立シビックセンター前新都市広場で、行います、グランプリ発表は4時から、行いますので、はい、よろしくお願いします。はい、何かもうお問い合わせとか情報がっていう場合には、こちらの日立グルメフェスで検索をいただくか、はい、こちらの電話番号までということでよろしいでしょうか。そうですね、はい、はい、わかりました。さあ、そして、まあ、こういったことで、ね、行われるんですが、はい、ちょっと心配なのは雨が降ったりしたらどうなるのかなっていうのがあるんですが、そのあたりは、屋外で行いますので、小雨での場合はですね、行いたいと思うんですが、はい、好天時、まあ、荒れた場合には翌日、はい、はい、開催してしますので、はい、確かこの日は3連休の、そうです、ね、はい、仲間だと思いますので、中日か、まあ、最終日かということで、はい、なるほど、まあ、そのあたりもこちらのホームページの方でいろいろチェックをしていただければ、はい、ご覧いただきたいと思います。はい、では最後にですね、ご覧になっている皆さんにこの美味しい匂いがプンプン伝わるような熱いメッセージをお願いします。はい、はい、それではですね、3月22日ですね、今第2回グルメフェスということで、スタッフ一同今準備に取り掛かってます。もう最後の追い込みですけども、茨城県内をですね、日立市と言わず茨城県内をですね、盛り上げていけるようなイベントにしたいと思いますので、ぜひ皆さん足を運んでください。お待ちしております。はい、今回のいばキラーアイは日立の国グルメフェス実行委員会実行委員長の慈恵道博さん、実行委員の佐藤俊則さん、お二人にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。茨城新聞ニュースをお伝えします。まずはこちらのニュースです。那珂市は先月28日、県トラック協会水郡選支部と災害時の緊急救援物資輸送に関する協定を結びました。協定によりますと、県トラック協会水郡選支部は今後災害など緊急時に市の要請に基づいて救援物資を輸送するトラックや人員の手配で協力するとしています。この協定を締結することにより、
災害発生時に災害応急対策に必要な物資の緊急輸送が円滑かつ確実に実施できるようになり、本市の防災対策がさらに充実することになり、大変心強く慣れた自治体と複数のですね、災害支援協定を結ん でお互いに足りないものを融通しようということからですね、締結をしました。締結をしたのはいいんですけども、それを運ぶ手段がなかなか一つの自治体、中市としては車もそんなに持ってませんし、で今回締結をさせていただいたことによりですね、その目的の一つがですね、果たせるので大変心強く思っております。本当に安心していただけるような緊急輸送の要請があれば、各ブロックで分けて早急に対応したいと思っています。続いてのニュースはこちらのニュースです。国の自殺対策強化月間と県自殺防止月間に合わせた街頭キャンペーンが昨日、水戸市の JR 水戸駅前で行われました。キャンペーンには水戸保健所や JR 水戸支社の担当者が参加し、通勤や通学で駅を利用する人たちに自殺防止を呼びかけました。キャンペーンはつながる輪、支える輪をテーマに実施しました。お互いに支え合う意識を高め、自殺につながりやすい孤立の防止を訴え、電話相談の連絡先が記載されたポケットティッシュおよそ1500個を配りました。昨年1年間に県内では615人が自殺で亡くなりました。自殺が起きる場合にはその前兆となるものがございますので、周りの方々が少しでも気がついてお声をかける、あるいは調子が悪いなと思ったら周りの方に気楽に相談をする、あるいは保健所や市町村でも電話の窓口を設けていますので、そういったところへ気楽にご相談いただくのが重要だと考えています。ぜひ皆様にもこの自殺防止対策についてはご理解をいただいて、みんなの力で自殺を減らしていければと考えています。増加傾向にあります、自殺者の減少ですね、少しでもお役に立てればという気持ちで、参加をさせていただいております。最後のニュースはこちらのニュースです。県立高校再編整備で旧城北高校が分校化した水戸桜の巻校城北校の第1回卒業式が昨日開かれ、49人の第1期卒業生が思い出の校舎に別れを告げました。卒業式には全校生徒およそ150人と保護者、城里町の阿久津藤雄町長ら来賓が出席しました。3年生一人一人に卒業証書を手渡した野内俊明校長は、水戸桜の巻高校城北校の記念すべき最初の卒業生、城北校の良き伝統を受け継ぎ、本校で学んだことを糧にしてこれからもチャレンジしてほしいと激励しました。城北高校の良き伝統を受け継ぐとともに、本校で学んだことを糧にして果敢にチャレンジしていってください。答辞を読んだ卒業生の須藤亮太さんは、東日本大震災の年に入学して3年の時に校名が変わって、本当にいろんなことがあった、これからも人数が少ない学校ならではの良さや伝統が続いてほしいと語りました。上校で授けていただいた校訓と精神、これからも変わることのない友情を糧として試練を乗り越えていきます。水戸桜の巻城北校は今年度から水戸桜の巻高校の分校として生まれ、旧城北高校の校舎、校歌、制服、校訓をそのまま踏襲しています。
さあ続いてはキラスポのコーナーなんですけれども、今日はね、はい、ラクロスの話題なんですよ。ゆぶきくんはラクロス見たことあるんですよね。僕はラクロス、はい、あります、うん、うちの大学が結構ラクロス活発だったので、その時に、うん、はい、そうなんですね。でもおそらく世間の皆さんは、うん、ラクロスイメージはねあるんだけれども、はい、実際に試合を見たことがあるっていう人は少ないかもしれません、はい、そこで今回鹿島オープン2014、はい、イバキラで取材してきましたので、その模様をご覧ください。どうぞ。先週末、鹿島ハイツスポーツプラザで行われたラクロス鹿島オープン2014。クロスと呼ばれる先端に網のついたスティックでボールを奪い合い、ゴールした得点を競い合うスポーツラクロス。競技人口は約2万人。2010年ワールドカップで日本は4位に入るなど、近年日本でも注目され始めている競技です。女子のイメージがあるラクロスですが、最近盛り上がりを見せているのが男子ラクロス。女子と違い、男子ラクロスは防具をつけての肉弾戦。シュートも時速100キロを超える史上最速の格闘球技と呼ばれるスポーツなんです。ラクロスは、一般的にはこう女の子がやるようなこう華やかなイメージがあるスポーツだと思うのですが、男子の場合はこうアメフトのようなこう防具をつけて、結構当たりの激しいぶつかり合いのあるこう地上最速のこう格闘球技なんて呼ばれたりするんですけども、そのようなこう競技になっています、うん、はい。大学のチームを中心に全国から男子と女子合わせて65チームが参加して頂点を目指す鹿島オープン。参加チームの中には茨城のチームも。現在関東リーグ3部に所属する茨城大学男子ラクロス部、大学から始めた選手ばかりで実績はまだまだですが、上位リーグ進出を目標に日々練習に励んでいます。しかし茨城にはラクロスのチームが少ないことが彼らの悩み。練習試合とかが一時東京とか行かなきゃいけないんで、そこ辛いんですけど、その分頑張って、それ勝ったら、まあ、東京の方より強いっていうのはすごい魅力的だと思うんで、そこ頑張ってます、ね、そこ。現在部員数は14人。10人で行う男子ラクロス出場人数ギリギリの部員数。来季の新入部員を増やすためにも鹿島オープンで結果を残し、少しでもアピールしたいところ。そうで、今年の鹿島オープンは目標が優勝なんで、それに向けてもうみんな今年本当に勝つ気で行ってます。4チーム1グループに分かれてのリーグ戦方式。1位チームのみ勝ち抜け準決勝へ進出です。グループ A の茨大は1勝1敗で最終戦、グループリーグ最大の敵成城大学と激突。この試合、まあ、確実に勝たないと、その次の決勝の前の1ブロック1位同士に進めなくて、でそのプラス点数差、点差をつけて勝たないとなんで、結構大事な試合になってます。予選 A グループ成城大学戦、白のユニフォームの茨大はフェイスオフ直後から果敢にゴールを狙っていく。前半は一進一退の攻防が続き2対2の同点。しかし後半に入り、
後半立て続けにゴールを決めた茨大が6対2で成城大学に勝利。点差をつけて勝つこともでき、ベスト4進出を決めました。そして行われた準決勝、相手は九州福岡の強豪西南学院。点を取られたら取り返す白熱した戦いで、前半は2対2の同点。そして運命の後半戦。後半途中まで3対3の激しい戦いを繰り広げますが、後半終了間際に最後、西南学院の猛攻にゴールを許し、試合は3対5で茨大が敗北。惜しくも決勝進出にはなりませんでした。いけるかなって、まあ、雰囲気もあったんですけど、やっぱそこであと一歩、後半スタミナだったり集中力切れてしまって、うん、どんどん崩れてしまったんで、そこは甘かったかなって思ってます。うん、まあ、普段できない相手、札幌だったりも関西の方とかから来てくれて、そういう相手とできるんで、すごい楽しかったです、うん、そしてたくさんの観客が見守る中行われた決勝戦は、優勝候補東京の学習院対茨大を破った福岡の西南学院。試合は前後半戦で決着はつかず、延長サドンデス戦に突入。西南学院が劇的なゴールを決め、4対3で学習院に勝利。今年の鹿島オープンは福岡の西南学院が頂点に立ちました。全員均等に出て、新2、3年生で初めて臨んだ大会だったので、とても嬉しいです。鹿島オープンとかこういう大会に出ることで、他の地区のラクロスのチームと戦って、また九州にそれを持ち帰れると思います。全国から集まった総勢1300名のラクロスプレーヤーたち。ラクロス、メイクスフレンズを合言葉に、普段戦えない相手と試合ができ、皆さん生き生きとプレーをしていました。ラクロス、いやー、はい、僕はねびっくりしましたね、うん、びっくりしました、うん、こんなに激しいんですね、うん、ラクロスってね、迫力もあるし、こうなんですかね、うん、ちょっと泥臭いようなスポーツもあるんですね。あ、確かにね、うん、もうちょっと本当華やかなイメージでね持ってましたけども、結構皆さん言いますね、うん、女性のね、女子ラクロスが結構人気があったりして、はいはいはい、皆さんそのイメージが強いかもしれないですね、うん、ね、うん、こういったのラクロス、まあ、はい、茨城でもね、この茨城大がちょっと頑張ってということで、はい、うん、あのぜひね、皆さんもこれでラクロスに興味を持っていただいた方がいたらね、うん、はい、試合も見てほしいですし、ね、あの茨城もね、これからの活躍をぜひ応援してほしいなっていうふうに思います。はい、はい、
さあ続いて、スクーピーレポートを、ね、お届けしたいと思うんですけれども、はい、今回は何か船を、ねはい、釣り堀に使ったというような、うん、ちょっと変わった取り組みを、ね、リポートしていただいているようなので、ぜひそちらをご覧ください、はい、どうぞ。はい、この時間は行方市玉造に来ています。行方市といえば東に北浦、西に霞ヶ浦と広い湖に囲まれた市ですよね。茨城県の中でもこうした湖に一番近い市かなと思うんですね。そんな湖に生息している魚を身近に釣って楽しむことができるスポットがあると聞いてやってきました。この時間は行方市玉造にあります釣り具店さんにお邪魔しています。はい、この釣り具店にはガレージがあるんですけども、なんとこの中に配線が置かれているんです。もともと釣り船だったこの船がそのまま卵の釣り堀として生まれ変わっているんです。この釣り船どのくらいの大きさかと言いますと、長さが 7.2 メートルで幅が 1.5 メートルで、船首ですね、頭の方はこう体が反るようにちょっと高くなっていて、本当にその船がそのまんま中にあるんですね。いや、この中にいるお魚がタナゴなんですが、今私はこの釣り船の両隣にある木製のベンチの上に座っているんですが、いや、たくさんの黒い魚がいますね。こちらの釣り具店の大川雅人さんにこの時間はタナゴ釣り堀について伺っていきたいと思います。大川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。タナゴといえば川魚ですけども、湖にも生息しているんですか？少なくとも霞ヶ浦にも多くの魚が、ね、生息しています。あ、タナゴね、今私近くで見てめちゃめちゃちっちゃいですよね。小さいですね。このガラタナゴっていう種類なんですけど、はい、まあ、この種類で、小さいものをいかにするかっていう競技もあるようなので、うん、まあ、小さいタナゴの方を用意してます。タナゴの中でもより小さいもの、最初にお話ししたんですけど、このガレージの中に釣り堀を作ったっていうことなんですけども、なんで霞ヶ浦にいたそのタナゴたちをこの釣り堀というか釣り船の中に入れたんですか？まあ一つはお客さんがやっぱり東京とかね、埼玉県とかそちらの方からよくこの餌を買いに行ってくれるんですけど、まあ釣れる場所がわからないということで、それならばここでまあ卵の船ができるようにしちゃおうかなと思って、この船のアイデアを考えました。へー、わー、たくさんいますけど、ここ何匹いるんですか？約3万匹くらいはいると思いますね。多い。じゃあ実際にその卵釣り、私も挑戦したいんですが、はいはい、大川さんご指導いただいてもよろしいでしょうか？はい、はい、まず釣り竿となるものなんですけど、はい、これ置いてあるものなんですが、細いですね。これは何を使ってるんですか？これは竹ですね。コテチクという竹なんですけど、うん、まあ要は簡単に話しするちっちゃいの竹帽子の先っちょっていうの、枝の部分っていうんですかね、これを利用して竿にしてます。そこに、糸とあと浮きと重りがついて針もついてますよね。じゃあちょっと私今マイク持ってますので、はいはい、お母さん餌をつけていただいてもいいですか？あ、そうですね、ここの先に今ちょうどね前にある餌をつけてもらうんですけど、あどのくらいつけるんだろう。小さくはい、はい、これでいいんですか？小さい。この針自体がホッチキスの半分よりもちっちゃいようなめちゃめちゃちっちゃな針なんですけど、そこにこれついてるっていうのかわからないくらい。これで大丈夫ですか？大丈夫です。はい、じゃあこれをですね、すいません、この釣り竿を今折って、あ、中に入れちゃえばいいですね。はい、はい、じゃあ入れていきます。えい、これってどういう反応があるんですか？今沈んだら、今引いてます。あ、引いてます。あ、もう一回やりますね。はい、はい、今あ、釣れた。釣れた。お母さん助けてください。おー、ちっちゃい。
オスができて、オスオス。目が赤いのがオスなんです。ちっちゃい。すごいちっちゃいですね。ありがとうございます。ちょっとお水の中に入れていただいて、はい。さっき大川さんがタナゴは小さいものを釣る大会があるくらいだっていうふうにおっしゃってましたけども、ね、マニアの間ではおちょこの中に何匹タナゴが入るかで競う大会もあるそうです。今私が釣ったこのタナゴは大きさでいうとどんな感じですか？今は小さいんでね、結構いい線いくと思いますよ。すごいですね。小さなものを釣るってやっぱり難しいんですよね。まあ口が小さいからね、針がなかなか入らないし、このタナゴを釣るっていうのは難しいと思います。でも今来てる子供たちが私の隣にはたくさんいて、はい、この水槽の中にいっぱいのタナゴ釣っていて、そういった子供たちでもこう簡単に釣れてしまうっていうのはやっぱりこう釣り堀だからなんですかね。まあちょっとね、魚が多すぎるっていうのもあるんで難しいとは思うんですけど、まあここで釣れればね、霞ヶ浦でもまた魚が釣れるようになると思います。わかりました。この時間は釣り具店の大川雅人さんにご指導いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで、この時間は釣り具店で配線を利用したタナゴの釣り堀に来ていまして、実際にこう釣れたんですけども、霞ヶ浦にこういった小さなお魚がたくさんいるというのがすごく新鮮でして、ここで学んだことを実際に霞ヶ浦で釣りにやってみようっていう子どもたちも増えるんじゃないかなって思いました。この時間は行方市玉造にあります釣り具店からタナゴの釣り堀をご紹介しました。今週のプレゼントはこちら、農林水産大臣賞受賞米発酵アイスです。 JA 茨城みずほでは常陸太田市産のコシヒカリの消費拡大を目指すため、コシヒカリを使ったアイスの販売に向けて研究を開始しました。2年間でおよそ9000個の試作品を作り、試行錯誤を重ねた末、2011年5月にようやく完成したのが米発酵アイスです。常陸太田市産のコシヒカリを発酵させたペーストを主原料とし、生乳の代わりに豆乳を使っているので動物性脂肪分はゼロ。牛乳が苦手な方やアレルギーをお持ちの方でも安心して召し上がっていただけるほか、大豆の栄養と米の甘みを堪能できるアイスです。今回は JA 茨城みずほ里見生産物直売所から米発酵アイス10個を3名様にプレゼントします。応募期間は3月10日までとなります。応募は茨城食と農のポータルサイトから。たくさんのご応募お待ちしております。またうまいもんどころ茨城食と農のポータルサイトでは、茨城の旬の食材や県内の直売所情報、おいしい料理のレシピなど、茨城で作られた農林水産物についての情報をたっぷりご紹介していますので、皆様ぜひご覧ください。
こんにちは、沢沖です。今日は結城市に来ました。結城市役所さんのご厚意で、なんと結城紬を着せていただきました。とっても幸せです。では今日は結城市をテクテクお散歩していきたいと思います。結城にはね、はい、一番のおすすめ名物はこのゆでまんじゅうなんですよ。ゆでまんじゅう、このゆでまんじゅうはどういったものなんですか？これはですね、はい、昔の結城の殿様がね、はい、まあ飢饉のあった頃、食べ物がない、そうすると皆さん、神社仏閣が多いところなんでね、そこへお供えするものがない、で皆さんうどんをね昔食ったんですよ。でうどんの生地で何かできないかと嗜好品ですね。そしたらうどんの伸ばしたところへあんを入れて、うどんと同じようにボウルにお湯を沸かしてそこに入れて、うどんと同じようにそれを揚げて食べてたんです。ですからね、まあうどんとは兄弟関係のようなもんですよ。一ついただいてもいいですか？どうぞどうぞどうぞ食べてみてください。はい、ありがとうございます。はい、結構ずっしり重たいですね。悪かったね。すごい。じゃあいただきます。で普通のおまんじゅうと違ってね、はい、膨張剤とか、はい、その余計なものが入ってないんですよ。本当のうどんと同じです。はい、ちょっと割ってみます。あ、たっぷりあんが入ってますね。すごい。いただきます。東京行くとね、こしあん、品の良さっていうのかな、田舎へ来るとつぶしあん、ですから昔からね、おしるこというとこしあんのものがおしるこだった、そうするとその一つ置いと田舎汁粉、田舎汁粉っていうのはこのつぶしあんでやったんです。つぶしあんですよ ね。で東京のお客さんですとね、こしあんが大体10人中7人はこしあんですよ。それが田舎へ来るとね、あべこべ、塔を作ると7個はつぶしあんのものです。すごく面白い食感。そうなんですね、はい、美味しいです。とっても美味しいです。甘さも結構控えめなんですね。そうなんですよ、今ね、ただあんまり甘さ控えると、結城の町は農村地帯ですからね、農家の人は体を使うでしょ。そうですね、甘さがねちょっと抑えてやると、少し甘さが足んないって言われるんでね、その辺のバランスがなかなか難しいんですよ。今の若い方はね、本当に甘さをぐっと抑えないとね。ゆでまんじゅう初めて食べたんですよ。そうですか。はい、すごく美味しかったです、ね、本当にこれは勇気だけのもんですよね。そうですね、はい、はい、これは茹でているんですよね。え、はい、あのね、昔はね、はい、うどんと同じようにボウルにお湯を張ってね、そこでもって入れ包んだものを入れてそれで茹でてたの、ところが商売にならないんです、それではね。ボールがこのくらいのボールに5個、6個と入れていって、はい、お客さんが遠くださいって言ったらなかなか間に合わない、それでそれと同じようなものにするにはっていうんでね、
今はおまんじゅう、ふかしまんじゅうと同じようにね、蒸気でもって、強い蒸気でもって一瞬にして作り上げるんです。へー。ですから結城はね、夏祭りっていうとね、結城の町のお菓子屋さん全員これやるんですよ。少なくても1000個は家具あれでやるでしょ。売れるところは3000個も4000個もやるんですよ。あ、そんなすごいですね。もうお客さんが来るというと、もうゆでまんじゅうで接待したんですね。はい、来ました。お父さんの笑顔もとっても素敵でした。そんなことないですけど。いえ、どうもありがとうございました。どうもありません。どうもどうも。で、あくまでこれ熱湯、ゆでまんじゅうだけは水ではこねてはおまんじゅうにならないんですよ。で、冬はね、粉がものすごく冷たいんですよ。ですからね、いくら熱湯でこねてもなかなかいいものができないんでね、冬は湯煎、お湯をね、中へ入りまして、夏はそんなこと必要ないんですが、この硬さはもう毎日やってることでね、大体の耳たぶくらいかな。これ種と言いますがね、種は硬いと包みづらい、柔らかいとまた包みづらい。毎日の目分量ですけどね。これ一個一個の手作りですからね。はい。昔はこれをこの熱湯の中へさっき入れてたわけです。そうしますと、一度二度焼けるうちに割れるのもあるのね、これがね、ピッとこういうところが、そうするとあんがとお湯の中にね混ざっちゃうの。そうするときれいなおまんじゅうができないってことでね、何かいい工夫はってことで、やっぱり昔からせいろでこう蒸したねおまんじゅうってことでね、
茨城県からのお知らせです。ひたちなか市の国営ひたち海浜公園および周辺道路を会場として3月16日日曜日にひたちなかサイクルスポーツフェスティバルを開催します。このフェスティバルはひたちなか地区の PR や県民の皆様の交流の場となることを目的に茨城県と国営ひたち海浜公園事務所地区子孫等で組織するひたちなか地区 PR イベント推進委員会が開催するものです。公道を使用する本格的な自転車ロードレース JCRC シリーズ第1戦や三輪車のちびっこスプリントレースチーム対抗1時間耐久レースを実施します。メイン会場となる日立海浜公園の中央芝生広場では自転車レースの最高峰ツール・ド・フランスに出場した今中大輔選手のステージ公演面白野郎たちによるトークショーや地域グルメ販売など盛りだくさんの内容となっております。詳しくは日立中整備課電話番号 029-301-2772 までお問い合わせください。多くの皆様のご来場をお待ちしております。茨城県立歴史館では特別展日立南北朝史そして動乱の中世へを3月21日金曜日まで開催しています。皆さんは中世の茨城にどんなイメージをお持ちでしょうか。歴史の教科書に登場する政治的な争いや有名な合戦は遠くの話と思いがちですね。ところが日立合戦や結城合戦など激しい争いがおよそ100年も続いた時代があったのです。鎌倉幕府滅亡後の中世日本は天皇家が2つに分かれ対立する南北朝の動乱の時代でした。特に日立の国は南朝の重臣である北畠親房が来たことにより全国的にも激しい戦いが展開した地域として知られています。今回の展示では日立北下総を舞台に繰り広げられた数々の合戦の経緯や当時をたくましく生きた庶民の姿などを絵巻や古文書、武具などから紹介し動乱の中世茨城の実像に迫ります。詳しくは茨城県立歴史館のホームページをご覧いただくか電話番号 029-225-4425 までお問い合わせください。はい、はい、ということで今日もいろんな話題をね、お伝えしてきましたけれども、はい、あのキラスポでね、はい、ラクロス、あの男子ラクロスがすごい迫力だなっていうのを ね改めて思ったんですけど、あれすごいんですって、スピードが。そうそう、あのさっきね、さっきの方は134キロってね、スピードガン出てましたけど、トッププレイヤーは160キロ超えるんですよ、シュートが。すごい、ダルビッシュ以上速いんですよ。すごいですね。それあの至近距離で投げられて、止めるキーパーもすごいっていう、これは言えている、ね、またあの防具がねしっかりしていて、でタックル OK なんだね。 OK です。 あの、ある程度の制限はあったりもするんですけど、タックルは基本 OK です。なるほど、まさにね格闘球技っていう、最速の格闘球技ですからね。で鹿島っていうのが、はい、その日本代表の合宿地にもなっているということで、なんか茨城もね、そういったメッカもあったんだなっていうのを改めて発見しましたね。いろいろありますね、まだまだ ね。ぜひあの札幌とかね、九州の方からも来てもらったみたいなので、そういう選手の皆さんにも見てほしかったなと思うのが、なめんなよ茨城県、さあそうなんですよ。そういったいろいろこう茨城にね、お越しになる人にはぜひこれ見ていただきたいので、そんな人がいたらぜひこちらをお勧めしてみてほしいと思います。さあそしてこの茨城ラステーションの方にも、あの皆さんからいろんなご意見をいただきたいので、ぜひぜひこちらのねアドレスの方まで、あるいはツイッターの方でつぶやいてみてください。そして3月14日まで、好評につきまして、とびっきりの写真も募集してますので、ぜひ皆さんのスポーツシーンなんかもいいですよね。ですね、もう何でも撮ってみてください。撮ってください。さあということで、また明日もお会いしたいと思います。この後もキラキラ輝く夜をお過ごしください。では。